ロングショーはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争で海軍で勤務、戦死したウィリアム・ロングショー・ジュニア博士にちなむ。ロングショーは1942年6月16日にワシントン州シアトルのシアトルタコマゾウ所で寄港する。1943年6月4日にイー・リチャーズ夫人によって命名、浸水し。 1943年12月4日に、艦長、DT バートウェル中佐の指揮下収益した。西海岸沖での成長に続いて、ロングショーは1944年2月18日に、サンフランシスコを出港、真珠湾を経由して、マーシャル諸島に向かい、3月4日に、クエゼリン艦賞に到着した。第5艦隊に配属された、ロングショーは3月15日に、 マジュロに向けて出港、その後、ウォッチ干渉、マロイラップ干渉沖での偵察巡航を21日まで続けた。翌22日にマジュロを出港し、3月30日と4月1日にパラオ、ヤップ島、ウルシー干渉、ウォレアイ干渉へ攻撃を行う、高速空母任務部隊への補給グループに対する護衛を行い、6日にマジュロに帰還した。その6日後に出航。 マヌス島を経由して、ホーランジャーへ向かい、空母艦載機と共に、任務部隊の護衛を務め、マッカーサー将軍の上陸部隊支援のためニューギニアの海岸を攻撃した。ロングショーは5月9日に、真珠湾に帰還し、招集理及び訓練に従事した。5月30日に、マリアナ諸島に向けて、出港、北部攻撃部隊の護衛を務め、6月15日に、 サイパント沖に到着した。続く2ヶ月間、エニウェト区間省への短期間の航海を除いて、ロング省は同地にとどまり、護衛空母の支援及び飛行支給所の救難艦任務に従事した。8月22日に、エニウェト区間省に向けて出航、29日には、第38.3任務軍の空母援護を担当、フィリピンへの踏み石となるパラを、ミンダナオ島、 ルソン島を攻撃する部隊を支援した。9月9日、任務軍の領艦と共にロング賞はミンダネオ島沖で日本の輸送船団を攻撃した。ロング賞は3隻の小艦艇を破壊した。その後もフィリピン攻撃の空母部隊を支援し、10月2日にウルシー艦賞に移動した。ロング賞は10月6日に第38.3任務軍ともに出航し、 フィリピン侵攻に先立って行われた空襲を支援した。空母から発進した関西機部隊は10月10日から13日にかけて沖縄、ルソン島、台湾の地上基地を攻撃した。ロングショーは12日に台湾での戦闘において日本の来撃機を一気撃墜している。空母部隊は冷手島侵攻支援のための作戦活動を継続し、10月24日の 夜までフィリピンの飛行場を攻撃した。一連の空襲でアメリカ軍の関西機部隊は日本軍の残存航空戦力を壊滅させた。ロング賞はウルシい干を拠点として年末まで第38.3任務軍と共に活動し、沖縄、台湾、ルソン島を攻撃する空母部隊の護衛を務め、1月末まで同任務に従事した。 1945年1月9日から10日にかけての深夜にロングショーは空母部隊と共にバシー海峡を通過南シナ海に入った。続く10日間任務部隊は仏領インドシナ、台湾、香港、海南島の日本軍基地を攻撃した。バリンタン海峡を通過し、その後1月22日に空母部隊は沖縄を再び攻撃26日に ウルシー艦渉に帰還した。2月10日、ロングショーは野戦部隊指持チームを上官させ、空母部隊と共にウルシー艦渉を出航2月17日と18日に行われた東京への空襲では野戦部隊の指示及びレーダーピケット艦任務に従事した。2月の残りは、伊王島に夜間攻撃を行う第58.5任務軍の護衛を担当した。 3月12日に、ウルシい干渉に帰還、その後21日に、沖縄に向けて出航し、空母部隊を護衛した。3月25日に到着し、ロングショーは上陸部隊支援のための艦砲射撃を行った。4月から5月にかけて、同任務を継続し、ロングショーの乗組員は大いに貢献した。日本軍の特攻機による攻撃は激しく続いたが、ロング賞はその能力を、 最大限に発揮して、漢方射撃による支援を行った。4日間の激しい火力支援を行った後、1945年5月18日の朝にロングショーは、自らの偵察区域を航行途中に、那覇飛行場の真南の珊瑚礁で座礁した。離礁の試みは失敗し、正午前に引き船のあからが到着して、ロングショーを栄光しようとしたが、その時に、 沿岸放題が攻撃を開始した。ロングショーも出来得る限りの攻撃を行おうとしたが、全部弾薬庫への直撃を受け艦首が吹き飛んだ。もはや艦を救う努力は絶望的となり、ロングショーの艦長、OW ベッカー中佐は艦の放棄を命じた。その後の砲撃により環境は破壊され、炎上、艦長を含む86名の乗組員が、ロングショーと運命を共にした。 その後、両戦により、ロングショーの生存者113人は救助されたがその大半の95人が重軽傷を負っていた。その日の午後、激しく破壊されたロングショーは、友軍の砲撃及び雷撃によって、海没処分された。沖縄戦末期において、特攻以外で喪失した、また、 第二次世界大戦において沿岸砲台からの砲撃で喪失した唯一のアメリカ海軍の駆逐艦であるロング賞は第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。